女子高生コンクリート詰め殺人事件でございます。もうこの事件内容というか、それはもうあえてお話ししません。事件内容に興味がある方は本当に検索すればすぐ出てきますので。というよりもこの内容はYouTube 上ではもう喋れない内容なんです。はい、それなんでも喋れないですが、この私はでは何かったこの事件の背景あらましその後ということですね。まずこれ結論から逆に言いますが、主犯格とされる少年 A、B、C、D がいます。その B についてお話ししたいというのは、これ私が直接じゃないんですけど、私が2回目か3回目2回目の刑務所の時にこの少年 B と一緒だったという人に同じ刑務所で会ってるわけですよ。その同じ工場でその人となりを知っているということを聞いたものですから、まあ思い出しながらですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。少年 B というのは求刑懲役13年だったのが懲役5年以上10年以下の不定期刑ということで、少年でありながら一般の刑務所、少年刑務所ですけど、これは一般の刑務所ですね。そこに赤落ち廃役されたっていうことですね。ある関西地方の少年刑務所、そこで一緒だった、先にいた私が後に知り合った人間が、一緒刑務所で一緒だった人間がそこにいた時に来たということで、まあその人となりというのは、それは木工工場で簡単な軽作業だったんですが、まあ正直言って全く反省はしてなかったと。自分たちが関連したこの事件を事件に関連した4人あるいは他のあと3人いたんですかね、見張り役とかそういった者たちのこの本が出たよということを自慢げに気取ってたって、じゃあ何にも自慢でもないんですけど、俺たちの本が出たんだというようなことも言ってたそうですし、もうそこに反省もなければ後悔している様子もなかった。でその人となりの中でやはり印象が残ったのが、孤立していたっていうんですね。例えば運動をするときにソフトボールなんていうことができるんですが、これキャッチボールやるときって1対1やっぱり2人ないし3人だったり、これってそうならないように1人でにならないように人間関係作って、じゃあ一緒にやろうねみたいなことはなんとなく根回し、皆さんも子供の時で遊ぶと想定したらそうですよね。でもそのソフトボールになっても一人でいたとか、キャッチボールやる相手がいないっていうような状況だったり、どうもこの孤立するような、実際じゃあ同衆たちに逆らうかというとどうかっていうと、刑務官に対しては反抗的、返事をはっきり言わないとか、でも怒られるとはい、で先輩の懲役たち には言うことを聞くっていうような感じで、まあそのような性格性質暗い感じで、体格は大きいそうなんです。180以上で大きい和勢があって、でもまあ鏡込むような上からだけども覗き込むような目線で、いつもなんか暗い感じはしていたって言ってますね。でこのもうあえて名前は言いません。少年 B、事件当時が17歳、名前も変えてるみたいです。準主犯格とされてますね。1971年生まれ。これは調べたところです。私が調べたところに出てくるもんです。もう皆様が好きなウキペディアに出てくるやつ。父親には愛人、ほぼ母子家庭のような家庭だったとされています。で先ほど申したように求刑は懲役13年だったから懲役5年以上10年以下の不定期刑。服役中にパソコン技能を身につけ出所後 IT 関係に勤務するも前科が知れ渡り人間関係に行き詰まる結果、暴力団の構成員となった。多分これは2回目の刑務所だと思います。その当時の時代背景から言って、まだパソコンを使えるの多分2回目の、だから再犯を起こしてるってことですね。2002年頃中国へ渡ることを考え、中国籍の女性と結婚するも2年で離婚。2004年出所後三郷市逮捕監禁致傷事件というのを起こしています。その時にその、パソコンを習ったっていうことだと思いますね。2009年2度目の出所、現在は49歳から50歳ということなんですね。だから結局また事件を起こしているっていうことです。ではまあここをとりあえず置いときまして、他のあと3人の共犯者はどうだったかと言いますと、主犯格とされている少年 A、事件当時18歳、現在は名前を変えている、当時の名前と書いてるみたいですね。主犯格であり1970年生まれ、父親は証券会社の会社員、事件後依願退職、母親はピアノ教室を開いていたが事件後自宅を売却し、被害者が遺族への賠償に充てているということですね。川越少年刑務所から千葉刑務所へ移送された、休刑無期だったが懲役20年
満期出所となったのは少年 B が再犯を犯して世間を騒がせたせいだったと言われている。2009年、刑務所出所、マルチ商法や振り込め詐欺グループの一員として受け子をしていたとみられ、逮捕されるが完全黙秘を貫き不起訴処分。それ以降は消息不明とされていたが、2017年実はナックルズにスクープされた。キックボクシングジム通いで体を鍛え、高級時計を身につけ、高級外車を乗り回している。姿を写真に写されている。以降の消息は不明だが、偽名を使っていると思われる証言が出ている。現在は50歳から51歳ということですね。まあ20年勤めて出所したんだけども、まあその後振り込め詐欺の容疑で逮捕されるが、刑務所には行ってないということですね。で、まあ真面目にやっているっていうふうには思えないですね。ただこれ懲役20年不定期刑、5年10年の不定期刑とはやっぱりだいぶ違いますね。でも20年勤めても反省の色はないということですね、どうやら。で次、少年 C、 事件当時16歳、1972年生まれ。自宅を、監禁場所とし提供したということですね。両親は共に医療関係者、事件後2人揃って退職している。休憩懲役5年以上10年以下の不定期で、高裁で懲役5年以上9年以下の不定期刑が確定。そうか、不定期刑っていうのがちょっと皆さん理解ができないかもしれませんが、これがね、少年の不定期刑、不定期刑なんだけど少年院じゃなくて一般の刑務所に行くんですよ。だから例えば5年以上10年以下の不定期っていうことは、まず5年を勤めた上でその後残りの9年、だからあと4年ですね。まあ5年10年の不定期ってあと5年間のうちでどっかで仮釈放になるっていうことなんで、5年は最低勤めなきゃいけないっていう、ちょっとなかなかね出口が見えにくいようで分かりにくいんですが、まあ懲役20年よりはマシですよね。ここでこの量刑だけのこと、まあやった内容が違いますから。不定期刑っていうのはなかなかちょっとね、めんどくさいというか分かりにくいということなんですね。この少年 C、 出所後は運送会社で働きながらムエタイに取り組んでプロデビューをするが、2試合連続負け。周囲に過去が知られ消息を絶ったが、2006年にルーマニア国籍の女性と結婚。子供もいるとの噂があったが、情報は噂の域を出ていない。2018年通行人男性を襲撃、殺人未遂事件を起こし逮捕。事件の前から近隣住民とのトラブルが絶えなかった。懲役1年6ヶ月、法観察付き執行猶予3年の判決を受けたとされています。まあここの事件も再犯者で、殺人未遂あるいは事件を調べれば殺意があったかと思われることが分かるのにもかかわらず、なぜ執行猶予がついたのか分からないというような事件みたいですね。私もこの事件のこと詳しく分からないんであれなんですけども、再犯して暴行をして執行猶予がつく、なかなかまあ珍しいパターンなんですね。現在は48歳から49歳。でもここはかなりね、凶悪犯なことですよね、これ。そんな軽微な事件ではないですね。で、少年 D、事件当時17歳。父親は5歳の時に交通事故で他界、母子家庭で育つ。求刑、懲役5年以上10年以下の懲役。不定期刑ですね。控訴審、上告審と進み、懲役3年以上4年以下の不定期刑判決となった。少年院では、陰湿ないじめを受けた。ここはじゃあ少年院なんだ。ちょっとわからないですね、そこは。少年院の不定期刑なのか。で、さらなる人間不信を募らせ、1996年出所。まあ自宅に引きこもるようになったとされてますね。で、唯一再犯を起こしていないということなんですが、事件内容はね、あえて触れないでいくんですけど、今のこの社会情勢ならもっと早期発見ができたかもしれないんですけど、当時だとそこまでっていうのがあったもんですから、これはある意味本当にね、警察のあり方、事件のあり方、少年法、少年犯罪というものを根幹から変えるきっかけとなった事件だったと思います。結論をね、私出せませんが、ただこの少年 B とされる人間と刑務所で、その時のそのこの事件で刑務所で会った人間、身近に同じ部屋ではなかったとは言ってます。工場で仕事を教える立場だったって言ってます。まあ自分たちの話は聞いたんだけど、担当に逆らう、あるいは孤立する態度、陰湿な態度、あるいは作業中に、先ほど言ったように木工工場でホッチキスで止めるような作業の時、それを空で打ったりしてふざけ合うというか。で、普通2人1組でペアでやる仕事なんで、必然的に仲良くなることが多いんだけども、仲も悪く、
なんか対立するような状況、同僚とも馬が合うような形ではなく孤立している状態だったということです。まあ、このことで皆さんね、考えていただければわかるんですけど、その後再犯を起こすっていうようなことを起こしていると、やっぱり刑務所の中でのこういった凶悪犯の処遇のあり方、せっかくこの不定期で教育が受けれるような初犯刑務所でって言ってるんだけども、何らそれがされてなかったのかな。まあそれをしたところでね、少年が治るわけではないと思いますけども、こういう事実があったということでお伝えしておきます。